見てな。下投げ打ち逆転確認からクエヌ。振り向きつかみでもう一回下投げクエヌ。こっからは上強でクエヌループへ。逆転を確認しながらクエヌを繋ぐ。前に落ちてきたので掴んで下投げ。外逆転を確認して台を利用してクエヌから掴む。下投げからクエかす当てしてくうまい。95% は、いい火力では。間違えて、削除してしまった。ごめんなさい。間違えて動画じゃない、削除しちゃった。ということで開幕視聴者のコメント削除から始まりました。初戦はリスターです。リスターは外に追い出して空母当てれば勝ちで展開が早すぎんよ。大リスターが有利と言われるのはこういうことだね。基本コンボ当てずに外へ追い出すよ。めっちゃコンボしてんなこいつ。言ってることとやってることが違うんですが、多分軽くコンボして外出すつもりだったんだよ。さあ外に出すため DA 当てる。空前を置いてさらに外へ。ワイヤー先に電撃&外れた時用にだけで DA に。うまくないですか？うまいでちゅね。なんで霊夢は中の人に厳しいんだろ。外に出すため石化で内に戻り、すぐさま反転空母で差し込み、内別編を呼んで空へ雷狙うも外れ。はい、ごめんなさい。生きてます。なんか戻ってくれたわ。すごい生きてる。最後は崖を染めてよで終わり。 OK 完璧。1分も経ってないってマジかよ。これが神の力だ。多分違うよ。結局ピカどうなんだろうね。なんか俺個人としてはボブだと思うんだが、ウルフ使いのキャラはクリっていう人ちょこちょこいるよ。続いてはウルフ。中の人も言ってたがこの組み合わせって相性どうなんだ。私としてはボブだと思ってるよ。ポジティブに考えても B 有利かな。なるほど。ちなみにピカチュウ使いたちの有志で考えた相性表がこちら。もう一個のネタあったんだが、ウルフどこが予想性ないんだろ。ここです。委員会いたはいいけど肝心の相性がわかんねえよ。相性はボブでした。どう見せる必要あった。強い。上様の吸引力がすごい。着地が怖いので回避とジャンプ使って慎重に。相手の着地はちゃんと DA で狩る。ジャンプ読みは当たってるけど後ろに引かれちゃった。ここは素直に横スマで外に出す。復帰阻止の展開だな。よしよし、うちのテリオリで上スマホールドしてもよかったけど、崖に出す方がバーストできそうだった。崖展開でバーストできると楽だな。投げられてもバーストはしないのでガード固める。そして慎重に石化で中央へ戻る。危な。なんかかっこいいの決められそうになった。ここは台が近いので台を経由してコンボを伸ばす。と思ったけど台から相手がはみ出ちゃった。いやー強い。電撃と一緒に中央まで走ってライン回復。急降下入れて反撃を回避。そのままこっちが反撃。ジャンプ当たってんのに。ジャンプ使ってる。ジャンプ使ってたから台に降りるの予想したかったね。こういう時は攻めちゃいけないな。冷静に行こう。死んだ。あ、生きてる。空母で死んでた今。最近別戦確認せずにパナソニックしてる。パナソニックを巻き込むな。パナソンなん言うからやられたじゃない。知らんだな。ここの崖で仕留めたい。空上で逃がさない。回避読みでした。すま、座ってただけなのにけつけられた。熱いむき出しでビリビリしてましたよ。うまく空上に引っ掛けてバースト。いいねいいね。ここまであんまりコンボ決めてないから決めたいな。コンボってそんな気持ちでやるもん。やりたいと思った時にやるのが一番いい結果出せるんだよ。見てな。下投げ打ち別編確認からクエヌ。振り向きつかみでもう一回下投げクエヌ。こっからは上強でクエヌループへ。別編を確認しながらクエヌを繋ぐ。前に落ちてきたので掴んで下投げ。外別編を確認して台を利用してクエヌから掴む。下投げからクエかす当てしてくうまい。95% は、いい火力では。いい火力すぎるわ。重量級以外にあったコンボでは過去最高火力。ダッシュを読んで投げからの雷でフィニッシュ。フィニッシュもスムーズだな。もっと褒めてあげて。メイト楽しいけどやっぱさ、その2先っていうのもあって長いよな先が。当日は今回のこれ全部メイトでの戦いです。メイトがわからない人のために説明してくれ。めっちゃすごい人がいっぱいでいっぱい戦うの。頭脳は子供かな。うまっ。ブーメランそんな真上に出せるの。あ、やっぱ戦場の鳥に強え。飛び道具キャラの戦場とても苦手。全体的に飛び道具が苦手でもある。ピカチュウなら有利取れそうだけど慣れないんだよね。があるだけで裏か分かんなかった。バカずしないか。近場にいてくれるときはガーキャンできる場面を逃さない。そっちわからんわそれ。
クーエヌの飛ぶ方向を見極める方法ないかな。確かに前で当てても後ろに飛ぶとかザラだもんな。クーエヌさ、前に飛ぶか後ろに飛ぶか見分け方を誰か教えてくれないかな。それ教えてくれるだけでめっちゃ強くなれる。飛びすぎー。さらっと雷で撃墜。当たるとも倒せるとも思ってなかった。強制し雷やめて。あ、マジか、当たるんだ。回避してたら間に合ったかな今。あ、それ忘れてんだよ。あるのワイヤー復帰あるの毎回忘れる。ワイヤー意識できるだけでターン継続とかバーストできる場面あるからもったいない。ジャンプ、えらい、ジャンプしないのえらい。受け身見てからフィエー。なんか当たらんかなと思って雷。チャップ狩りで上京回避読みで雷、はい、読みは外れたけど雷は当たった。雷をもっと大切に使え。投げたいな、多分投げれる。近づいてくる。ああ、くそ、近づいてきたのに。DA の隙なさすぎ、早すぎ。あー、長すぎ。苦戦してるな。DA がめちゃくちゃ強い。流れが相手にあるからなんとかしたいな。こういう時はアット驚くバーストで一気に終わらせたい。アット驚く？待って、死んだわ。これで致命。使います。まあ見てなさい。ステージが戦場であること。そして相手のここまでの別件を全て考えた上でできる最高のバースト。いやー今倒せた気すんな。クーエヌでよかったです。全然チャンスが訪れません。なんか負けそうなんだけど。しかしチャンスはいきなり訪れるもの。クーエヌから掴んで下投げ、台を使ってクーエヌから下投げ、そして相手の内別編を読んでく上からの、はい来た、うぃかっこいい。これ初めて決まった実戦。雷が確定します。マジかよ、ずっと練習だけはしてました。初めてできた。さあラストは英雄です。ぶっ壊されかねないので注意だな。一度タミスマの準々決勝でヨナズン ×3 バーストされたのは忘れません。カチューが軽いのかヨナズンが強いのか、おそらくダブルのハッピーセットです。さあ勇者にはクーエヌループが比較的入りやすいので狙っていきたい。あと復帰が強くないので外にも出したい。回避終わりに空母でジャンプを潰す。ジャンプがないため回避で距離を稼いで下からの復帰になる。そこに雷を合わせる。最後はたまたまだけど石化で潰す。あ、ラッキーしっかり潰した。こんな感じで潰していきます。簡単そうだけど結構難しそう。電撃でジャンプ攻撃を誘ってガーキャン投げ、いつも通りクエヌループでダメージを稼ぐ。さっき攻撃してきた感じだと暴れてきそうなのでダッシュガード。やめてヨナズマ、ダメよダメダメ、危なかったな。あんなもん当たらなきゃ痛くないわ。それ当たってないもん痛くねえよ。いやーやめて崖に追い詰めてるのでジャンプ読み食う前、回避読みで食うした、はい、あーできんかった。今決まったらかっこよかったのにな。ここ回避読みは当たったけど天才的発想に手がついてこなかったぜ。きっと大したことないんだろうな。危なすぎ。今会心だったなてめえてめえ会心だったな。うわー見える、見える。どうしたらいいの、どうしたらいいの。おー見てから余裕でしたマリサ、はい、私ね、はい、今ね、はい、多分ね、はい、そうだった、多分違うよ。あ、え？かわいそう、アーマーとかついててもいいの？はい。崖に追い詰めたら大体ジャンプしてる。だからここもジャンプ読み。プロってあんな風に回避上がりとか攻撃上がり見えるんだろうな。プロの世界を垣間見たよ、多分違うよ。横スマが見えたのでジャスがした今日。そのままダウン連で横スマ。かっこいい。ちゃんと狙ってジャスがした。プロに慣れて満足したので今回はここまで。慣れてないよ。ではではご視聴ありがとうございます。ピカチュウ一口講座のお時間です。急に始まる、急に早口。はい、ということで今回のピカチュウ一口講座は、ピカチュウの空前落としについてです。どんどんパフ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 。はい、ということで、まずは、コンボなりなんなりして相手のダメージを稼ぎましょう。で、相手のダメージを稼いで、まあ、大体これぐらいのパーセントになったら、もう空前落としが入るようになります。入れませんでしたね。なんで、空前落としがこれぐらいのパーセントになったら入るようになります。こんな感じで。はい。こんな感じです。で、じゃあ、実際に空前落としをどうやってやるのっていうと、まあ、35%、まあ、40% ぐらいを目安に考えたらいいですかね。40% ぐらいのマリオ相手だったら、こうやって、下投げから空前落としが入るようになります。
空前を入れるタイミングなんですけど、まあ、大体相手と横並びになったぐらいのタイミングって覚えてください。下投げしてジャンプ、すぐにジャンプして相手と大体横に並ぶぐらい、これぐらいのタイミングですかね。もっとわかりやすく言うと、まあ相手が空中回避をギリギリ出せないぐらいのタイミングで空前を出すといいと思っておいてください。これぐらいのタイミングですね。で、急降下を入れるタイミングはもう急降下が出せるようになったら最速で出しちゃえばいいです。急降下を出せるタイミング最速で出す、するといい感じに空前落としができるのではないかなと思います。はい、ということでピカチュウの一口講座以上です。皆さんピカチュウのいいスローライフを送りましょう。あつ森やりたーい。